まちゃん、こんにちは。こんにちは、今日はですね、はい、千葉県千葉市若葉区にある富士ゴルフパークさんのショートコースに来ております。そうですね、まあ、もう皆さんね、この景色はもうおなじみのおなじみのところなんですけど、はい、今日さ、まあ今午後3時半、はい、なんでこんな時間かというと、あのこのカメラの左側に、はい、視聴者さんがいらっしゃるんですね。そうですね。で、今日は朝からまあもう3周して、そう、3周、朝8時に来てるんですよ8時に来てで、4周目、はい、で、最後だけね、ちょっと動画撮影をしようということで、はい、ちょっと、まあ、まあ僕たちももうピン位置もね、全部分かって、そうですね、完璧なんで、完璧ですね、下調べはもう十分ですね十分なんで、まあちょっとストローク対決をね、はい、やっていこうかと。で、まあもう芝も元気だし、ね、まああの状態もいいんでね、まあ、その富士ゴルフパークさんのショートコース見ていただきたいなということで、はい、ちょっとやっていきますんでね、はい、でもあのこのスタートホール1番ホール、はい、ピンまで205で、はい、僕らクラブ届かないクラブ買ってないんで僕あの4周目ですけど、はい、ずっと27度のユーティリティで打って全部ショートしてるそうだよ。なんでまあちょっとこう、まあいろいろねやりながら、はい、まあ、課題を持ちながらね、そうですね、まあ、対決していけたらなと思うんで、はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまっちゃんね、はい、まあ、1番ホールさっき言った通り、そうですね、まあ、205ヤード、はい、じゃあちょっと順番、順番ね、はい、順番決める、順番、あの、マーク、マーク、これ僕っすね、コンコン、コンコン僕で、これがまっちゃん、はい、こっち、ワッホーさんで、はい、どうぞ。さあ、どっちだワッホーさんですね。まっちゃん、全部ね、全然顔映ってない顔芸したのに顔芸してたけど、はい、顔映ってなかったです、今カメラワークが悪すぎるじゃあね、5番やんで、はい、5番ちゃん、はい、今日3周して、はい、まだ1回も乗ってないスコアはちなみに1番は出だしがだ、1周目ダボ、はい、2周目パー、はい、3周目ダボダボパーダボじゃあよろしくお願いします。じゃあ皆さんもよろしくお願いしますだからここはパーでいきたいね。いきたいですね。おぉ、ピン、ワンピン右、カメラ回るとね、カメラ回ると乗りました。ナイスオン。はい、ありがとうございます。あー、急にあとは 20?27 度っす。だって6番アイアンの代わりだもんね。まあ6番アイアンでちょっと飛ぶバージョンか。そうですけど、5番アイアンの代わりだから、205ヤードを僕27度出てたら、うん、もう他の上のクラブいらないですよ。いらないよね、はい、27度で。お願いします。はい、ちなみに僕はほとんどパーですね。あ、すごいね。あれやべえ万右万右一応暫定順位ですか。多分大丈夫だと思うよ、右の谷に。そうですね、はい、さっきまで視聴者さんのね、もうあの変な球ばっかり見てあのもうズンさんとかさてっちゃんとかの俺の変じゃねえよ暫定球だ、はい、いきます。ナンバー2から4です。2から4ね、はい、はい、おー、これ素晴らしい。風左からなのかな。左からになってるね。なってますね。右手前とということで、はい、まあ、ちょっと対決ちょっと後で実施して、はい、はい、行きましょうか。じゃあどうします？もう切っていきます？え、そしたら短くなっちゃうか。みんな楽しみが減るんじゃないですか？あ、間違いないね。はい。じゃあ回したら行きます。はい。はい。じゃあ行ってきます。じゃあズーさんちょっと目つちだけお願いします。お願いします。じゃあお先でーす。ごめんなさい皆さん。まちゃん前歩いてもらっていいですか？マジですか？はい。体力が。いやもうでもさ、はい、4周目ですよ。4周目ですねショートコース4周回る人って、うん、いるのかなと思ってたんですよでも結構6周とかやってる人もいるみたいだからね。だから、まあ、まあ今回皆さん一緒ですけど、うん、まあ、2人とかだったら、あ、そうだね、本当1時間ぐらいでパッて回れちゃうじゃないですか、うん、それ6周ぐらい。そうだね1時間でも6時間ですね1周ハードだよ。結構ハードですよね、うん、でもさっきさ、はい、3周目はさ、はい、まあ、視聴者の人たちと、はい、7人で一緒にプレーしてで、7人だとプレー遅くなるから、はい、素振り禁止でさ、
そうですね。それで気にしてやっても多分みんなそんなスコア変わんないと思うんだよね。いやみんななんならいいぐらいの感じでしたよ。禁止しても1回とかしちゃってさ。いやみんなしてましたよバンバン。そうだよね。はい。まあでもやっぱりこうなんかルール決めてやったりするのも面白いし、まあプレーの進行も早くなるし。だって後ろがなんかまあご夫婦さんかなんか2人だったんですよ。そうだね、はい、僕たちの方が早かったです。そうだね絶対追いつかれないようにしようと思ってたから。いやでもそういうのまあこういうのもまあいいですよね。そうそうそう、楽しみ方いろいろなんで。そうそう、こういうショートコースでさ、はい、なんか詰まったりするとさ。そうですね、ちょっと嫌になっちゃうじゃん。なんかショートコースで詰まるって嫌ですね。ねそうだよね。前結構遅めの方たちが、あなんかいたみたいなね。なんだ。気づかなかったね。いて、うん、まあでもその人たちが、うん、まっちゃんいつも見てますって言われちゃったから、ちょっと早く行けっては言えないなって思いながら。間違えた。ありがとうございます。あれまっちゃん1球目がさ、大ピンチだよ。2球目がこれだから。え？1球目手前入っちゃってんじゃない？マジですか？あった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 よ。あったセーフですか？ここにセーフだ。あります。じゃあ手持ちなんでここで待ってますね。わかりました。はい、ここからこういう感じです。40ヤードぐらいですね。58で打つと思いますよし、お願いします。いきます。うん、ワンピンちょっと左だね。パーチャンス。でもパーチャンスについたね。僕のボールが出てます。 15m ぐらいあるかな。205でアゲンストだからまあこんなもんかな。190ぐらい。手が左からだとは思わなかった。そうだね、アゲンストだと思ってたんですけど。じゃあまっちゃんマークしてカメラお願いします。あ、でかいマークで大丈夫か。うん、まあ大丈夫でしょう。で前のスリクソン、あ、じゃあピンのアイアンだったらここまで飛ばなかったと思うんだけど、スリクソンにすればね。なんか行く感じありますよね。うん、今のでもさ、ちょっと抑えてるぐらいだったからライン出してね。ここ、出だしはライン出しですよね。だってさ、あっち行っとかこっち行っちゃうからさ。グリーンの外れた瞬間も OB が怪しいって感じじゃないですか。怪しいもんね。さあ、行きます。上りフックバーディートライ。これフック？え？スライスですか？スライスです。じゃないのこれ？スライスですね。なんだ黙ったわ。え、めっちゃスライス。めっちゃスライス。マジか。ほぼま、ほぼまっすぐぐらいな感じになりますけど。たらめっちゃスライスしたね。え？行っちゃったよしかも。それはそうですね。こっちって言っても上りですもんね。うん。適当なこと言うな本当に。さすがにもう4周目だと元気なくなってくるね。なんかあの何喋っていいか分かんない。何喋っていいか分かんないですね。はい、やっぱりさ、僕今日3周アマチュアの人として思ったのが、はい、みんなねパターが下手。下手っすよね。そのすごいショートしたりするの。4メーターとかショートしたりして。確かに。その辺皆さんちょっと練習すればもっと良くなると思う。タバスコは。弱かった。ええ。そのまあこうやって僕みたいにさ、今打っちゃって、はい、1メーターちょっとだったらさ、まだいいんだけどさ、みんなさ、10メーターから半分しか行かなかったとか。あそのマークちょっと気になるわって言って、うん、そっち打ったらワンピン左ですよって言って、そしたらその横とか通ってってワンピン左に外れたりするんですよ。それ逆行くよね。そうなんですよ。パーパットパーパットうん、ナイスパース。ありがとうございます。ということで、はい、1番ホールはパーとボギーで、はい、次行きましょう。はいはい、2番ホール到着です。はい、ピンまで149ですね。はい、これ毎回8番で打って、はい、毎回いいとこ乗ってるんで、確
確かに。ワクさんずっといいっすよね。毎回8番で。うん。行きますよ。お願いします。やっぱり4アンダーぐらいでね、回りたいよね。そうっすね。危なかったよね、今の。これいいよ。うん、横ナイスオンです。これ毎回8番で打つんですけど、ちょっとショートするんじゃない？ショートするんですよ。かといって7でじゃあ抑えるって、もう抑えるようなロケーションじゃないですよ。7で、ああそうか、8で結構しっかり振るか迷いどころだね。そうなんですよ、まあ、こういう時はでもしっかり振った方がいいってこの間俺言ったもんね。そうですね、君にね、まあ、ピンも奥ですし、うん、まあ、8で振るっていう確かに選択肢しかないんですけど、うん、毎回届かないんですよね。抑えるのは難しいんだよね。難しいですね。しっかりめで8で。ああ、いい球だねこれ。ちょっと弱いんだよね多分。ちょっと弱い。うん、ちょっと弱いよね。毎回センターですよ。でもいい球だよね。そうなんですよ。そうそう、でもこういうまあ、コースマネージメントとしてはさ、はい、まあ、これをなんか7で。バシッと行きたいんだけど、どうやって打つんですかここ7で。やっぱりそれが難しいからさ、はい、今みたいな8で、まあ、センター乗ってそこから頑張ってバーディーパット打つみたいな。そう、毎回同じ方乗ってるんで、うん、ラインは分かってるんですよ。全部押して外れるんですよ。そういうことね。なんか、うん、なんか打てないですよね。ここ、まあ、それでも、はい、まあ言えば毎回同じような感じで打ててるから、うん、あそこを褒めるべき。まあ、まあ、確かにね。そう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 。これ7持つと結構グリ外したりするわけよね。大概右奥っすよ。うん。だよね。はい。右外れるんですよね。いや、まあ、まあ、じゃあ6月で。ね、もうすぐ梅雨入りっていう感じだったけど、関東は。そうですね。まだなんかさ。いや、なんか、あるじゃないですか。梅雨1週間とか。うん。そのパターンな感じがしてきた。短くて。だから多分、2年前は、うん、めっちゃ長かったんですよ。梅雨が4月の結構なんか終わりぐらいまでずっと涼しくてみたいな、うん、ああそうなんだ、はい、なんか多分だったんですけど、多分去年かなんかは1週間ぐらいの梅雨だったような、うん、短かったっけ、そんな気が、なんかやっぱ管理やってると、そうか、そこ結構なんかみんなで気にするんで、はい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 、なんかそんな感じだった気がするんですよ。今年もそんな匂いがするなみたいな、ね、はい、芝生的にはさ、やっぱり梅雨が長い方がいい、短い方がいいの？まあ、そんな関係ない。雨がやっぱりいっぱい降ると、うん、なんか藻が、藻っていうかグリーンが黒くなったり、ああ苔っぽくね、苔っぽくなるんですよ。ああ、それがちょっと良くないって感じなんだ。そうですね、まあ薬で消せるんですけど、うん、でかといってもうカンカンになると、ああ芝死んじゃうしね、焼けちゃうし。もうだから冬と秋とか春ぐらいが、うん、やっぱりちょうどいいはいいんだ。ちょうどいいですよね。そういうことですか。はい、まあ、これ富士ゴルフパークさんもさ、はい、まあ、芝の状態がだいぶ良くなってきたけど、はい、まあ、やっぱりちょっとまあ、ぐちぐちしてるところもね、あるじゃないですか、多少あったりしながら、やっぱりそういうのは難しいですよね。管理目線だね。管理目線で気持ちわかるなって思いながら、いやね、グリーンの状態とか見ながらね、見ながら、まあここも大変なんだなみたいな思いながら、はい、上って下りのこれね、バーディーパット分かってるんですよ、もう何回もね、はい、やってるからね、入れますよ。はい、お願いします。今回ばっかりは、これ左ですね、フックするんですよ。ちょっといっちゃったっすね。出すね。お先できない距離ですね。これでもちょっと深く読むと、うん、右抜けるんだ。右抜けるんですよ。もうさっきから全部それなんですよ。そういうこと。はい、もう嫌になってきたっす。ちょうど打つところにピッチマークをね、みんな直しましょうね。そんな子さんでもいいラインだな。もう毎回いいとこから打ってるこのホール。そうっすよね、うん、さっきバーディーしたもんね。あ、そうだったね。はい、左横から。確かに、なんかちょうどいい距離なんだよね、多分。だ、僕があと5ヤード足んないのが、そう、マコさんはちょうどいいとですね。そして最後まっすぐだな。そうですね、バーディーパット。
最後まっすぐ。まっすぐだったね。オッケーです。ありがとう。まっちゃんのパーパットね。はい。はい、おお、まっこさんのまっすぐかフック外だから。まっすぐか。いや、まっちゃんがちょっとフックするんじゃないですか。そういうことですよね。うん。フックするって言ってんの矢印が左向いてるんですよ。向いちゃったね、それ。石の右に打てば大丈夫。OK。ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。まっちゃんの、はい、まっちゃんちょっとさ、あのパター構えてみて。はい、まっちゃんが、はい、それパター何インチだっけ？これ34ですね。34で、はい、構えたら、短く持ってグリップエンドこんくらい余るじゃないですか。余りますね。で、これがいいんじゃないかと思って。ああ、言ってましたね。僕ドラ、あのパター今ね。僕、今はまだ、ちょっとこうやって構えてるんですよ、この。僕、普段は、結構ピンって腕伸ばして構えるタイプなのを、はい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 、結構ちょっと気にして、長めに持ってるんですよ。あ、そうなんだ。はい、もう、ほんと、昔の僕はここぐらいなんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんかその腕伸ばして構えてたんで、この辺持ってたんですよ。お、注釈だね。もうちょっとやったらもう、アームロックっす。アームロックだね。ロフトがついてないからあれだけど。そうだ。で、僕のさ、まあ今使ってるのはこのエクソ7、はい、使ってるんですけど、はい、あの金色のエクソのありましたね、ツーボール使ってたじゃないですか。はい、あれをね、嬉しいことにその視聴者さんが持ってたってことで、はい、送ってくれたんですよ。送ってくれましたね。で、ほぼ新品の状態で、まあ、お礼の電話させていただいたんですけど、はい、本当に僕には合わなかったから、はい、和宝さんよかったら使ってくださいってことで、そうでしたね、改造用で1本欲しいって言ってたから、はい、で、今日松江さんのところでシャフトを長くしましてね、はい、36インチ。やばい、もうお腹つきそうなんですよ。36インチで、はい、あの中弱用のグリップじゃないんだけど、ちょっとグリップ長い、確かにそうでしたね、太いやつを入れて、はい、まっちゃんみたいにあの握ろうかなと思って。なんかまっちゃんパターはまあ上手じゃん。まあなんだけど、あのそれをちょっとこう見て、そういうのも一回作ってみようかなと思って、まあ、今度またお披露目できると思いますんで。まあ問題は、カッパとか冬になるとここに引っかかるっていう、あ、そういうのあるね。それも確かあるよね。まあ、でもなんか今平くんとかもさ、はい、まあ、中弱35インチとかを、はい、あのやってるんだよね、そうやって。あ、そうですね、結構やってる選手多いですよね。そう、多いから、まあ、そういうのもまあ、あ、いいんじゃないかなと思って、ちょっと今度またお披露目するんで。わかりました、はい、また見てください。はい、ということで3番ホールいきます。はい、3番ホール、はい、169ヤードピンまで。はい、これは7番アイアンでギリギリなんだよね。ピンがこの右端なんですよ。さっきちなみに OB だったっす、右に。右を、だからそれ見た後だったから僕左の斜面行きましたもん。だからこれカットで打つと届かないのよ。7カットは届かないですね、うん、だからしっかり振ろうと思ったら右に OB だったんですけど。で、 ちょっとでもこれは6番で抑えるよりは多分しっかり打った方がいいんで、はい、7番で、まあ、こういうマネージメントをね、皆さんも覚えていただいて。分かりました。7のフル、はい、あ、ちょっと薄い感じがする。いってるのか。どうだ。まあセンターか、センターぐらいまで行きましたね。ナイスオンです。ありがとうございます。ちょっとやっぱり警戒しちゃったね、さっきの OB。 気にするよね、そういうのって。気にしますね。まっちゃん何番？僕は6で。6でね。なんか6はこれ、ここは6で、グリーンの左に置く、まあ奥になんか山みたいなのあるじゃないですか。ありますね、はい。あの方向にまっすぐ打っていくイメージです。まっちゃんでもさ、はい、あれだよね、スリクソンのアイアンにしてさ、はい、6番アイアンも結構いい感じで打てるようになったよね。ここ6番アイアン、うん、いいショットしてもまた手前ぐらいだったんですよ、うん、乗るセンター手前、はい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 、奥まで行くぐらいになったんで。そうだよね。それで飛ぶ安心感もあるから。それもあるよね。なんかうまくいってる気がするんですよね。だよね、はい、そこまで言ってヘッドなで、それはやめてよ。で、それやめてほしいけど、でもいい、本当シャフトとヘッドとね。6番でいきます。はい、お願いします。いやー、めっちゃいい感じ。アホさんの内側来い。くー、僕の外側。手前でしたけど、はい、ナイスショットです。ありがとうございます。素晴らしいですね。そう、でも本当これにして、前パター、でも、思うのは、
までフルショットじゃないと行かなかったものが、うん、はい、ちょっと抑えても行くようになるから、うん、なんかそのやっぱショートアイアンってみんなそうだと思うんですけど、うん、7割8割ぐらいで振るじゃないですか。そうですね。6番アイアンぐらいになってくると、うん、ちょっと振らないといけなくなってくるじゃないですか、うん、でドライバーになってくればくるほどまた振りに行くわけじゃないですか、うん、で6番アイアンってね、ライン出したいけど振らないといけないから球も上がんないとかさ、いろいろあるもんね。で、2ショットするじゃないですか。するでもそれがちょっと飛ぶようになったことによって、うん、そんなに振らなくても行くんだっていうのがあるから、ちょっと7番アイアン寄りな感覚で打てるよね。打ててるのかなっていう、やっぱ思いますね。不思議だよね。不思議ですね。その1度ピンよりは立ってるらしいだよ。はい。ロングアイアンっていうかね、ミドルアイアンは。はい。でも球の高さが前より上がるようになったりとか、そう、上がって飛んでるじゃないですか。だから何がどうで要因でさ、だから分かってない、分かんないね。ピンもどちらかというと、うん、打ち出し高めなイメージあるじゃないですか、うん、こういった球っていうよりは、そうだね、こう山なりの、山なりの感じだったよね、感じじゃないですか、うん、だからそんな変わんないような感じはするんですけどね。でもなんかいいんだよね、まあ、スリクソンのアイアンってやっぱいいですよね。いいんだね。まあ昔からさ、はい、ブリヂストンと、まあ、ツアーステージの時代からと、はい、まあ良かったよね、スリクソンのアイアンはね。あ、うん、僕ツアーステージのアイアンは使ったことがなくて今まで。なんかスリクソンのアイアンってヒール側が低い、はい、ああそうですね、うん、見た目がね、はい、前とで、ツアーステージのアイアンはヒール側が高い、はい、あ、そうなんですね。アイアンに四角い感じ、あで、まあ、四角い感じは確かに、そうそう、で、あの好き嫌いが分かれるんですよ。そうなんですね。そうそう、でもやっぱりブリヂストンツアーステージのアイアンとかは良かったよ。あ、そうなんですね。へ、うん、スリクソン、まあ、ヒールは確かに低い。スリクソンはヒール低いよね。だからなんか前よりもハウンドダウンな感じで構えたくもなる気持ちもあるんですけど。ああ、そうなんだ。はい。でもまあ慣れてきたら。そうだよね。俺も昔ヒールが高いアイアン好きだったの。あ、そうなんですか。で、スリクソンのアイアンはあんまり好きじゃなかったんだけど、うん、はい、やっぱり打ってよかったら変えちゃうよね。そうなんですよね。僕もここまさにここっすよ、うん、ここの練習場、富士ゴルフパークの、うん、そうだね、練習場でゴルフパークちょっと打たせてくださいよって言って、うん、一発目からいいわけですよ。そう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 、へっつってね、へっつって、その時ちょっと距離測定器みたいなの持ってて、そうだね、FM さんに借りた。そうですそうですで、たら8ヤードか9ヤード飛んだんだよね。飛んだっすね。最高到達点変わらずでさ、変わらずでシャフトもなく感じいいっすねっつって、で自分のアイアン打ったらピシッピシッっていくんですよ。なったんだよね。やる気なくなったよね、まるでね。もう変えましょう、すぐね、すぐです、もうすぐ知り合いに電話して、その日のその時に電話しましたもんね。ちょっと僕らはね、やっぱりこういろいろなルートがあるんで、つてで安く買えるんですよ。その皆さんが思ってるよりも、皆さんが思ってるよりやっぱ安く買えるんで。そうですよね。そうなんですよ、ちょっとありがたいことにね。まあなかなか言えないですよね。言えないんですけど、そうなんですよ。そうですよね。安く買えるんで、安く買わせていただいてます。じゃあバーディーパットいきます。はい、お願いします。いいとこ出た、いいとこ出た。ちょっと強かった。惜しい。オッケーパーです。めっちゃ強いと思って、ちょっと、うん、ラインばっか気にしすぎて、うん、タッチ忘れちゃったっす。でもさ、なんか最近さ、はい、デシャンボーもさ、はい、ピン抜いてるみたいでさ、はい、やっぱり今のとか多分ピン抜いてたら入ってんすかね。入ってると思うんだよね、ど真ん中だったから。あ、まあ、まあこのスライスラインに対して真ん中だから、はい、ちょっと右だったのかもしれないけど、はい、最近はピン抜いた方が入る、やっぱ入る確率多いらしいよ。じゃあ今2っすね。2じゃないんだけど、はい、やっぱりね、まあでも、でも試合の時結構抜きますもんね。試合の時抜く、あれがあれやったらさ、引きずるからさ、おいってなるっすよね、うん、抜いときゃだって入って2だったかもしれないですもんね、うん、じゃあやっぱ2だ。いや、違うっすよ。右だ。うん、 OK です。ありがとうございます。じゃあ3ホール終わってワッホーさんオールパー。はい、僕が最初ボギーでその後パーパーだから。そうっすね、はい、まあ今日は
特にストローク勝負してるけど、はい、何もなんかしてないんで、そうですね、温かい目で僕たちを見ていただければでもさ、はい、意外にね、僕たちが太平洋の夕方を回ってるだけの動画とかあるじゃん、はい、ありますね、ただ練習してるだけっていう課題をとかって、はい、あれが結構ね見てもらえてますね。見てもらえてますね。4万回とかね。そうっすね。なんかやっぱりこう後からでも見てくれるのかな。なんでそうっすね。んな感じで見てもらえる、まあ。ということで、はい、今日はここまでです。3ホールですね。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。